ここ半年ぐらいネット上だけを不自然に賑わせている有志による NPO 一般社団法人コラボの会計監査請求を発端とした公金不正受給問題ですが、コラボ代表2と夢の市から厚生労働省に提出された書類の中に水谷隼選手のコメントが記載されていることが判明しました。こんな感じです。当事業への水谷選手の関与や関係者とどのような関連性があるか現時点では不明ですし、そういった事象を指摘する意図はございませんが、対談記事がオンラインで掲載されていたり、過去に支援をしたという記述があるんだと多少なりつながりがあったように見受けられます。個人的には寄ってこられて対談やって、その関係でコメント求められて寄稿したくらいの薄いもんかと思ってたんですが、内容を見てみるとちょっときついかなという感じですね。しかし、突然見知った名前が出現して腰抜かしました。当件全くテレビ等で取り上げられないのでご存知ない方もおられるかもしれませんが、ご興味持たれた方や東京都民、納税者の皆様におかれましては情報を集めてみてはいかがでしょうか。去年の秋ぐらいからウォッチしてるんですけど、本当に日本がひっくり返りそうで2月28日が楽しみです。今回以上です。ご視聴ありがとうございました。